メグは日本の女性ミュージシャン、ファッションモデル、デザイナーであり、日本とフランスを活動の拠点としている。広島県生まれ。ライブではなく、パーティーであるという趣旨で定期的に行われるワンマンツアーは毎回ドレスコードを指定し、販売価格2万円の最前列のチケットは入手困難でプラチナチケットとなった。2005年以前は名前をメグと小文字で表記していた。 2015年6月より自己学習のためとして英国に拠点を移し定期的に帰国しながらブランドディレクターを務める2018年2月に所属マネジメント事務所を遊びシステムに変更した2002年7月岡村康幸との共作シングル曲スキャンティブルースでワーナーミュージックジャパンからデビューその後岡村康幸いけないことかい翌年には フリッパーズギター、グルーブ、チューブのそれぞれカバー曲を発売。その後、アルバム MGRMX によってヨーロッパでもデビュー。2006年に自主レーベルを設立。その後発売したアルバムリズランボースは iTunes Music Store エレクトロニックアルバムチャートの1位。i イデッププロデュースによるアルバムアキ i w e はポップアルバムチャート1位を獲得。 この頃からの作曲パートナーにあたる中田康隆と共に甘い贅沢リリース後2007年秋再びメジャーレーベルユニバーサルミュージックに移籍シングル OK 発売時原宿に貼り出したポスターが大量に盗まれスポーツ紙やワイドショーに取り上げられた引き続き中田康隆とのタッグによるアルバムビーム STEP は外資系 レコードショップで1位を獲得。初のオリコントップ5入り。シングル、フリークは、イギリスのバンド波ケンとの共作。アルバム、ジャーニーのプロデューサーは、ニューヨーク在住のザ・上海レストレーションプロジェクト。2010年には、デザイン加減、あまだな写生ドコモ携帯電話端末のオリジナル、着信音を担当。同年、秋に発売した、ベストアルバム、ベストフライトをもって、 日本国内での音楽リリース等を休止することを発表した。フランスパリに一時滞在した後の同年12月、ワーナーミュージックジャパン内アンボードアルティスタとの異例のマネジメント契約を発表。短編アニメーション映画、ノラ劇で中田康隆と共に楽曲と声優を担当。舞台挨拶は新宿バルトナインとパリでの2カ所で行った。二0 1年六月。 フランスでの6ヶ月連続リリースを発表。ジャパンエキスポパリなどの大きなジャパンカルチャーに関するイベントへの出演など、ファッションデザインの傍らで途伏を重ねた。2012年1月、メジャーデビュー10周年として、国内音楽活動の指導と、所属レコード会社を、キングレコード内のアニメ専門レーベル、スター・チャイルドに移籍を発表。 フランスリリース音源をコンパイルしたアルバム LA ジャポナイセのプロデューサー陣には中田康隆、小西康史、小室哲也、ザ・テレフォンズ、曽我部圭一などが名を連ねた。スター・チャイルドでの第一弾のシングルトラップは作曲にデビュー以来二度目のタッグとなる岡村康行、アレンジに大沢慎一を起用。カップリング曲は奈良崎。 私がおばさんになってもノカバーは小西康春が担当。復帰後行われた初のワンマンライブは2万円の高額チケットの当選倍率が42倍を記録し、まさにプラチナチケットとなった。ドレスコードはモノトーン。ライブに登場する主なキャラクターは計6体。メグが独自に創作したキャラクターで DVD にはコントも存在する。 猫型のリュウさん2体、イカの吸盤を持つイカスミくん2体、Q、ポット、デザインによるホイップシスターズ2体。イカスミくんの登場の際にはガチャピンのライバルという設定があり、実際にスケートボードやゴーカーアート、柔道などをこなすイカスミチャレンジシリーズという VTR がある。2012年10月3日、アルバムリリース。参加アーティストは小西安美。 前山田健一、拓高橋、古川本舗、三浦康嗣等。奈良崎やテディロイドとの共作による、メグ名義とメグゾンビーズ名義の2枚からなるシングルを経て、2013年アルバム、コンティニューをリリース。2018年2月に所属事務所を遊びシステムへ移籍、同年7月21日に遊びシステムの設立10周年を祝う、アセーバイエクスポというイベントで、 プレゼンターとして出演し、夜の部、遊びにて、では、中田康隆の DJ セットで、シークレットゲストとして、甘い贅沢を披露した。2004年に自ら海外に足を運び選んだ、商品で、古着やクライマーと東京を原宿にオープン。同時にデザインしたブランド、シェリルなどで、商品展開を開始。2006年には新たに、 キャロライナ・グレイザーバイ・シェリルを立ち上げ、新たに路面2店舗をオープン、メンズライン、コスメラインも立ち上げ、カロリーナ・グレイザーと改め、原宿直営店を軸に全国26店舗、新宿伊勢丹や渋谷パルコ、ラフォーレ原宿、海外などでも展開する。2008年からは2年連続でサマソニに出演した。また、2009年にはパリで開催される。 ジャパンエキスポパリに日本を代表するファッションアイコンとしてトークショーやサイン会、ライブ出演をしたほか、ユニクロ、UT でのデザインを担当し、原宿店を約1ヶ月間、店頭ジャックした。さらに、同年から翌年まで、フラッペボーイ、アパートバイローリーズなどの外部企業でも、洋服デザイン、雑誌の付録のプロデュースやグッズのデザインも担当した。 2011年春からアパレルブランドヘザーでの継続的な企画デザイナーに就任。同年秋からは自らのブランドの店舗運営と商品展開を株式会社ビギーに業務委託した。同年8月原宿路面店を下北沢店に移転。同時にラフォーレ原宿に新店舗がオープン。2012年さらに2月17日に新宿ミロードに新店舗がオープン。 3月2日には、大館山店がオープン。現在、都内の3店舗を含め、直営6店舗、系列店12店舗、ウェブショップ3店舗他で展開。2013年、自身の公式ブログにて2013年度末にて、カロリーナ・グレイザーのデザイナー兼プロデューサーの辞任を、発表のの2014年から、株式会社、ビームスと共同で再始動を、本人もディレクターとして、 運営に携わっているから、2015年から、コンバースや英国、フレデペリーなどの海外ブランドのデザインも担当している。2012年開発までに1年以上をかけたという、オリジナルコスメティックブランド、某を発表。歌手の坂本美宇やあずみ、ブロガーの松優、ファッションモデルのアーモラが、スキンケアシリーズの愛用を公言している。また、授乳服のデザインも展開。 2014年12月、広島市中区に、託児サービスのあるカフェ、メゾンジュルバンをオープン、2017年9月まで営業した、オリジナルアルバムミニアルバムリミックスアルバム企画、アルバムベストアルバム、ありがとうございます。